悲願の J1 昇格です。今一番込み上げてくる思いはいかがでしょうか。まあやっぱり、いろんな人への感謝の気持ちです。そして試合後すぐベンチの方に駆け寄っていました。今日は、まあ、ベンチ外でそして、全員で帯同していた選手の皆さんのもとへと駆け寄っていらっしゃいましたね。シーズンの中で、悔しい思いをした選手が、どんな時も腐らず、一生懸命やってきたのが、今日の僕のゴールにつながったと思うし、本当に出てる選手だけじゃなくて本当に悔しい思いしながら、やってきた仲間がいるので、その人たちが、なんだろう、その人たちのためにも今日戦ったつもりだったので勝ててよかったです。込み上げてくるものがあるかと思いますが、高橋選手も期する思いで、この待ち合いで、移籍加入されたと思います。これまでの道のりというのはいかがでしたか。まあ、何度も言うように、たくさんのことにストレスを感じながら、本当に選手は踏ん張ってここまで来たので、もう本当にチーム一丸で勝ち取ったものかなと思いますし、僕自身も覚悟を決めてこの町田にやってきたので、一つ目標を達成できてよかったなと思います。そして勝利昇格を決定付けた2得点目、高橋選手らしいゴールでした。振り返ってください。まあ、ラッキーいつもはカッコつけて打つところを今日は気持ちを込めて思い切って打てたので、まあ、何度も言うようにここに試合に出てないたくさんの選手の思いが乗ったゴールかなと思います。そしてゴール後サポーターの元へと駆け寄りました。1という数字を掲げていらっしゃいましたが、G だったんですね。どうでしょう、クラブ史上初の J1 です。たくさんの歴史が、悔しい歴史がある中で、今ここに立てているのは間違いなく今までやってきてくれた先輩方のおかげだと思うので、とにかく今日は感謝の気持ちをたくさんの人に届けられたらなと思います。そしてもう一つの目標、残り3試合に向けてサポーターの皆さんへメッセージをお願いします。まあ多分優勝はまだ決まってないと思う、多分、はい、優勝に向けてそこが目標なのでみんなで頑張りたいと思います。おめでとうございました。はい、ありがとうございました。あ、どうも。